こんにちは、塚本真代です。この動画では、成功の9ステップということで、ジェームス・スキナーのこの本を買ったんですよ。結構分厚くてびっくりしたんですけども、この本で、全部が全部ちょっと私も読めてないんですけども、一つ、すごく自分の中で、興味を持った分野っていうのがあったので、ちょっとノートにね書かせてもらって、でそれをお伝えできたらなと思ってます。まずですね、このジェームス・スキナーが言ってるのは、目標を必ず持つことっていうことを言われてるんですね。でこれは何かというと、目標を持ってそれを達成をさせようということで、でそれ、達成させたいけども、なんか気持ち的にちゃんと決まってないんだったら、やる気にならないんですよ、ビジネスって。で実際にですよ、そのちゃんと夢をしっかりと持ってるんであれば、それを叶えてくださいっていうことなんですよ。ただ叶えれない人がほとんどです。で、これ例え話で、もし来月会社の売上 5% を伸ばせなかったら殺されるって言ったら、絶対やりますよね。で、家族全員の命がかかっているとしたらとか、1億円のボーナスが約束されてたら、本当に頑張りませんかっていうところなんですよ。で、そういう達成する理由が大きくなれば、脳はやろうとするんですけども、その目標っていうのが、いつかでいっかとか、そんな軽い気持ちで思ってたら、目標達成っていうのができないので、やっぱりこの、殺されるとかっていうのはあれなんですけども、1億円のボーナスが約束されてたらやるんじゃないですか、皆さんは。はい。で大切なのは、その夢を実現させる動機が十分かっていうところになってくるので、そこの目標設定っていうのをしっかりとして、でやるマインド、自分の気持ちとかですよね、そういったものをモチベーションアップとか、つなげていっていただけたらなと思ってます。その中で一つだけ、目標を達成させるには、ちゃんとしたメンターっていうのは必要になってきます。でメンターは、尊敬する方ですよね。その方がいろいろ目標とかを叶えられてるんだったら、その方についていってください。でこれはコーチと一緒です。スポーツのコーチです、野球でもそうじゃないですか。イチロー選手もそうだし、選手ってやっぱり最高のレベルでプレーをするには絶対にコーチが必要なんですよ。教えてくれる人っていうのが必要なんです。で私はよく、例え話をするんですけども、これは水泳のバタフライの話をするんですよね。バタフライを見よう見まねでやったところで絶対に上手くならないと。クロールもそうじゃないですか。やったところで上手く泳げてるって自分で思ってても、じゃあ例えばコーチっていうか、先生が、いやそこ全然泳ぎ方が、手の位置が違うよとかって言ってもらって、それで分かる自分がいるんですよ。気づきっていうのがそこで得れるわけなんですけど、ちゃんとその最高のレベルで、例えば、スケート選手であったりとか、あと水泳選手でもそうじゃないですか。はい、有名な五輪のオリンピックとか出てる選手とかは、一人でやってません。絶対にコーチっていう方がついてます。なので、これはビジネスで言ったらメンターがついて、で、そして、皆さんの目標を叶えるためには、必ず、夢を実現させる動機っていうのをしっかりと持って目標設定をしてみてください。はい、今回はこのあなたの夢を実現化させるという成功の9ステップの中の一つのお話となりました。はい、今回は動画をご覧いただきましてありがとうございます。